胸赤オアリは、八目アリカオアリ族に属する黒オアリと並んで、日本最大のアリである。公園などでは見かけないが、口気が多く見られる山ではよく見られる。働きアリの体長は8から12ミリメートル、女王アリの体長は16から17ミリメートル。最初の頃の働きアリは、頭部も小さく貧弱だが、数が増えるごとに10ミリメートルはある働きアリや、 頭部が発達した、平ありが誕生する。和名の通り胸部は赤く、頭部と腹部のほとんどは黒。しかし、個体差が多少あり、胸だけが赤い個体、腹部の前方も赤い個体などがいる。働きアリを横から見ると、胸部の上は弧を描くような形をしている。腹部には微小の立ち毛が見られる。なお、九州には、全胸が黒い西胸赤尾ありが生息する。 基本的に他のアリのように土壌に巣を作らず、朽木や枯れ木に映像するが、稀に例外的に土壌に映像する場合もある。また、自然界ではあまりない赤色があるため、動くとよく目立つ。行列を作らず、主に単独で狩りをする。かなり成熟したコロニーは、数百から千個体ほどに達する。クローアリと同じく、アブラムシの甘露を得る。その代わり、 お返しでアブラムシを天敵天ムシから保護する。オスアリと新庄オアリは秋に羽化するが、その年には結婚飛行せず、翌年の5から6月に飛行する。胸アカオアリの天敵である寄生種のトゲアリは、胸アカオアリの巣に侵入し、巣を乗っ取る。胸アカオアリはトゲアリに対して、あまり体勢を持たないため、女王の部屋まで侵入されると、すぐ崩壊してしまう。 結婚飛行は5から6月の昼間から午後5時くらいにかけて行う。しかし、雨上がりすぐではないと、なかなか飛行しないため、始まりから観察するのは困難。違う、巣のオスと交尾を得たメスは、地上に降りて羽を落とし、巣となる効率のいい場所を探す。探し終えたメスは巣穴を掘り始め、身動きができる程度のとても小さい部屋を作る。 この時メスは何も食べず、羽を動かす筋肉を分解して、タンパク質の栄養分を作る。その栄養分を孵化した幼虫に与え、子育てをする。この段階ですでにメスは女王となっているわけである。数ヶ月経つと、働きありの数は20匹くらいになっている。また、新女王を生産するまでに成熟するには6から7年を要する。 女王の寿命は10から20年で、女王が寿命で死亡すると、巣は、働きアりだけになり、徐々に崩壊していく。北海道、本州、四国、九州日本産のアりでは、黒アりと人気を二分にするほど飼育しやすく、体調も大きいため観察しやすい。一般的には、石膏で土台を作る、石膏飼育ケースが扱いやすい。また、 ジェル状の飼育セットも販売されているが、働きアリ用の飼育セットのため、上アリを観察するのには不向き。アリを販売している店では、飼育ケースも販売しているので、初心者にはその方が安全だろう。石膏を流し込むだけのタイプなら初心者にも扱いやすい。アリ類データベース作成グループ2008ジェント胸アカオアリの解説マイナス。 2013年10月8日閲覧。ありがとうございます。